ございます。恐縮でございます。ということで、明日2月5日愛知県知事選挙の投票日です。私山下俊介に投票よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。まず私これ冒頭でですね、これもいつも言ってますが、令和元年国際芸術祭愛知トリエンナーレ2019表現の不自由展その後というのがありました。ここでですね、現職大村秀明愛知県知事、大村秀明愛知県知事がですね、昭和天皇様のご神栄をバーナーで照射し燃やし、その燃え殻をですね足でベッと踏みつける、こんな映像をですね展示していった責任者としてですね、その時からこれ令和元年の8月1日から3日10月8日から10月14日と10日間ですね、そちらの愛知芸術文化センター8階愛知県美術館、愛知県の公共の施設です、公金を使って行っていった。私はその時からですね、大村知事は知事を即座に辞めるべきであると、このように強く訴えてきてですね、現在に至っているわけです。ね、県民国民の皆さん、こちら我が国日本でですね、愛知県の地方公共団体愛知県のですね知事が、ね、令和元年、金城陛下がご即位から3ヶ月金城陛下が初めての行幸啓が愛知県であったんです。その2ヶ月後に金城陛下の祖父であらせられます昭和天皇様のご神栄肖像をですね、バーッとバーナーで燃やして踏みつけていった。我が国日本の地位としてこれはですね不適格である、あたわずであると、私はねこのように強く思い、知事を即辞めるべきだと訴え続けております。愛知県日本です。で、明日2月5日愛知県知事選挙の投票日です。で、県民国民の皆さん、大村秀明愛知県知事、県民国民の皆さんのですね一票一票で退場してもらおうではありませんか。ね、そしてじゃあ誰に入れるのかということになります。そこで私山下俊介にですね投票よろしくお願いします。いや私ですね、我が国日本に軸足を置いて、ね、我が国日本の歴史の縦軸に、ね、自らの我が身を投射してですね、愛知県政を力強く担ってまいります。で、やはりですね、まあ、知事、国会議員、すべからず軸足がですね日本になければですねダメだろうと、ぶれたらですねどこの国のためにですね政治をやるかこれ分かんない、こんな例が、まあ、顕著であると言えると思います。で、私の場合はですね、確固たる国家観、そして軸足が我が国日本にあります。山下俊介、皆さんを県民国民の皆さん裏切るようなことは絶対にありません。で、明日2月5日愛知県知事選挙の投票日、投票率を上げてですね、大村知事、もうこれ 4選目で4期目ですか、他選の、例外違憲政治からの脱却を私言っております。で、県民国民の皆さん、ぜひ投票に行ってですね、もう大村さんいいよと、天皇陛下のご神栄を燃やして踏みつける、
ね、護衛令を侮辱する造形を展示していく、朝日新聞の嘘捏造に賛同した慰安婦の選挙を行っていなっている、ね、根本的に大村さんもいいよということで、ね、2月1日明日投票日、愛知県知事選挙、大村知事退場してもらうではありませんか。よろしくお願いします。そして私山下俊介にぜひ投票よろしくお願いします。ね、インターネットで検索していただければだらだらっと出てきます。ね、よろしくお願いします。山下俊介です。そしてですね、私が知事になりましたら、この表現の浮遊展、その後日本を侮辱してきた展示をですね、対して行政の連続性から県民すべての国民の皆さんに対して誠に申し訳ございません、このようにまず謝罪をさせていただきます。で、そしてですね、名古屋市に対する負担金ですね、請求訴訟を取り下げます。そして名古屋市からですね、受領した3900万、これ利息600万ぐらいつけてる、これを名古屋市に返還します。そして日本を貶める、ね、天皇陛下を侮辱する、こんな展示ができないようにありとあらゆる施策を講じてまいります。まず愛知県足元をしっかりしていかなきゃなんない、日本に軸足を置かなきゃなんない。で、他府県の方からですね、なんと一時言われていたか、すべてではありませんけども、天皇陛下のご神栄を燃やしていく、踏みつける愛知県が公金やってったらダメなんですよ、大村さんね、本当にですね、知事の資格ないじゃないですか。ね、明日です。明日皆さんの一票一票はですね、愛知県変えれるんですよ。ね、きちんと軸足を日本に持ってこれる愛知県にできるんですよ。明日です。明日できる、やりましょう。そして愛知県をですね、軸足を日本にしっかり持った愛知県に変えてですね、全国の皆さんにですね、愛知県から、ね、我が国日本を守り再建していくと、こういった愛知県からのメッセージを強く発しようじゃありませんか。そのために私山下俊介にぜひ投票ください。ね、皆さん、県民国民の皆さんを裏切ることはありません。国民の皆さんがまず第一です。え、違いますか。外国人の方が第一になるんですか。え、やたらですね、外国人の方優遇してる、これ日本ね、愛知県もそうです。国民の皆さんがまず第一、私はですね、愛知県政を国民の皆さんがまず第一であるという県政を行ってまいります。え、何もおかしくもない、まさに国際標準です。ね、日本がおかしい、ね、ということで私はですね、愛知県の職員国籍条項を復活します。国籍条項、ね、民主党政権の時に国籍条項撤廃されました。ね、愛知県日本ですよ。ね、愛知県の職員の方、国籍条項日本、ね、戻します。ね、戻さなきゃダメだ。そして、ね、表現の不自由点ありました、これですね、なぜこんなことが起こるのかということですね。これですね、一つの原因として私は思いますね、国のヘイトスピーチ解消法というのがあります。これはですね、本邦出身者に対する不当な差別的言動の長い法律文になってますけども、要は逆説的に言うと、日本民族には何言ってもいいと、こんな法律があるんです。ある種それを担保している、ね、しかしながらこれはね、日本民族以外の民族、本邦外出身者に対する不当な差別的言動をですね、やっちゃならないと、理念法ですけどもあるんです。
これがですね、回り回って日本を侮辱する展示をですね、大村知事がやってった、この一つの素因になっていると、原因になっていると思います。で、日本で日本をバカにする侮辱する展示を、こんな空気がいいのかと、愛知県いいんですかというね、やめてましょう、やめさせましょう。愛知県からね、これね、全国にも大阪とかですね、川崎とかあります。川崎などは罰則があります。50万円の罰金、罰金刑がつく。それはどうか知りませんけども、ふるさと納税でですね、100億ぐらいがですね、出てってる、ね、これ日本国民のですね、強い意志です。こんなことやめろと、日本の国で、私たち日本の国ですね、愛知県もそうです。日本の国、愛知県、日本の国、誰が築き上げていたかと、私たちの祖先、先人、ね、いっぱいいます。その時代時代、天皇陛下をいただいてですね、血と汗を流して、そして現在の独立、このね、綺麗な町並み、井浦があるんです。パッと今出てきた方がいいんじゃないじゃないですか。ずーっと連続してるんですね、ずーっと縄文の時代まで一回も途切れてない、ね、そして現行の頃もそうです、現行の頃もそうです、ね、私たちの先人、鎌倉武士がですね、勇猛果敢に戦って現高麗連合軍、血を流して独立を守ってきます。朝廷のですね、箱崎軍というのがあります。福岡に鉄国東軍って学があります。このようにして日本を守ってきました。で、守ってきました。そして現在あります。で、その守ってきた祖先の子孫の私たち日本民族、日本国民がですね、なんで、ね、何言われてもいいってなってるんだと。そして本邦外出身者の人にですね、対してはね、ヘイトスピーチだどうのこうのってですね、言論封殺、それがあのアイストレンダー2019表現の不自由点、その日本を侮辱する展示になっていったんじゃないか、ね、こんな風に思います。で、愛知県にもこの条例あります。これ私知事になりましたら、ね、これを全ての人か、あるいは廃止します。ありがとうございます。出ないとですね、何言ってもいいと、日本人に、これ外国人の方知ってる人いるんですよ、日本人に何言ってもいいって、いいんですかこんなことで。愛知県はですね、令和3年大村知事が韓国民団の団長と会ってですね、韓国民団の団長がヘイトスピーチを取り締まれる条例を作ってほしいって言ったんです。ね、で翌年大村さん、愛知県ヘイトスピーチ条例をですね、提出した。そして成立して、現在ですね、愛知県人権尊重の社会づくり条例の第2章第3節っていうのは、そうなんです、本邦外出身者に対しては、ね、不当な差別的言動をですね、まあ、ですね、審議会に申し立てれば、しかし日本民族に対するそういう言動は申し立てれない、これまさに日本民族差別じゃないか、民族で扱いが変わってる、こんなですね、民族分類した解消法条例、私で有史以来初めてと思います。こんなわけのわからない条例、愛知県に置いといたらダメだ。私が知事になったらですね、この条例で、そこの部分、愛知か全ての人と、ね、します。で、そして、ね、愛知県からこれやったらですね、愛知県なんかすごいやってったぞと、全国で話題になります。それを両言の日のごとく日本全国に広めていこうじゃありませんか。そして愛知県から日本を正していこうじゃありませんか。我が国日本、誰が築き上げてきた、我々祖先じゃないですか、日本民族のその子孫が不当な扱いを受けてて、なんでこれを黙っていかなんないんだと、ね、県会議員の人も何も言わなかった。なぜか聞いたらですね、予算を大村さんが持ってる、で地元に持っていかなきゃなんない、だから反対できない、理由が予算の執行を握られてる、だから反対できない、本当に反対と思ってる、だからこう
愛知県政ですね、機能してないんじゃないですか、こんなんは。そうだ、私が知事だったらですね、活発な議論を持ってですね、議会をやるのがこれ上等じゃないですか。いろいろな意見をですね交わしてですね、より良き愛知県を作り上げていく、それが地位に求められることではないんでしょうか。私はそのようにやってまいります。そしてですね、県営名古屋空港ってのがあります。県営名古屋空港、これ中部国際空港ができてですね、要はもともと国のものを自衛隊の所有にしようとしたら、周りの佐賀県の人から反対されました。そこで県の所有になったんです。で、これ産経新聞で報道されました。そうしたところですね、そうしたところで県はですね、自衛隊機が離着陸するたびする数によってですね、離着陸料を県が自衛隊から徴収しているんです。そしてもう一個ですね、自衛隊機が離着陸するたびにですね、何時何分どういう機種だということを自衛隊が愛知県の職員、あるいは名古屋空港ビルディング会社の民間の職員、社員に自衛隊が届けられているんです。こんなおかしなことはない。自衛隊の皆さんもですね、有事を想定して訓練していると言いました。愛知県の職員に聞きました。有事想定しないって言ってました。何なんだと。台湾有事言われてます。尖閣有事言われてます。我が国日本ですね。その時に体を張って県営名古屋空港から離陸していくのは自衛隊の生身の皆さんです、皆さんです。その自衛隊の方がですね、離着陸するたびに愛知県にお金払って、離着陸するたびに愛知県に届けてる、こんなおかしなことを置いといたらダメだ。愛知県から、我が国日本守っていきましょうよ。愛知県が率先して、尖閣諸島も日本全土も守っていく、そんなような気概持って私知事やってまいります。私そういった意味でも、守ってまいります。日本を守らないか、愛知県を守らない、それを愛知県から守っていくと、私が知事になりましたら自衛隊の皆さんとですね、密にして災害が来ても有事の時もですね、日本を守れる、愛知県を守れる、そんな体制を作り上げていきます。で、私はそのために県営名古屋空港を元の国有地、あるいは滑走路を自衛隊の所有にして、自衛隊の皆さんが自己完結して離着陸できるようにやってまいります。愛知県、やりましょうよ。愛知県はですね、本当にですね、製造業がもう突出するんです。本当に製造品出荷額は43年連続1位、47兆9000億、2位の神奈川が17兆、トリプルスコア、凄まじいポテンシャル持ってるんですよ。これをさらに発展させて、経済安全保障、情報データが漏れないように、私が知事になりましたら、山下俊介、きちっと漏れないように施策を講じてと思います。情報データ取られた県民国民の皆さんが得るべき利益をね、バーンと取られて外国にですね、やられる、それを防ぐの当然じゃないですか。当然だ。してやってまいります。そしてですね、秘密警察、チャイナ共産党とですね、親和性が高い今の大村知事、ダメなんですよ。そうだ、ダメなんですよ。歴史が物語ってる、賢者は歴史に学ぶ、愚者は経験に学ぶと言います。歴史的にですね、チャイナの共産党、侵略に次ぐ侵略、虐殺、拷問、弾圧、民族浄化、ゼロサイドと、チベット、東トルケスタンを巡る、南モンゴルと行っていく、香港見て、香港ご覧になったんじゃないですか。一瞬で民主がなくなった、そことの親和性が強すぎる、テレビ塔を真っ赤にしてですね、中世スタイル関係ないじゃないですか。日本取りに来てるんですよ、そのチャイナ共産党の親和性が高い大村知事、私はチャイナ依存からの脱却を公約で言ってます。ひとえに県民国民の皆さんの将来、
今まだ、ね、小さいお子さんの将来、次の世代がですね、絶対に日本が侵略されないようにするためには脱却していかなきゃですね、どんなことが起こるかわからない、内臓を生きたまま取って売るような、何なんだということです。そしてそのチャイナ共産党秘密警察がですねあるんです、あると言われてます。そちらのですね、北谷公園の東に中東ビルってあります。ここにあるんじゃないか。これ主権侵害です。チャイナ共産党の主権侵害の秘密警察、東京にもあると言われてますね。通訳捜査官の坂東さんが言ってます。これですね、世界53カ国で問題になってる。オランダは摘発してます。私が知事になりましたら、チャイナ共産党の主権侵害の秘密警察ね、チャイナの警察が日本で警察活動をしていていいわけないでしょう。現職何も言わないじゃないですか。いいんですか、ね、今これね、チャイニーズの日本にいる反体制の人をあぶり出して送り返すっていうことをやってますね。これ強要じゃないのか、脅迫じゃないのか、愛知県迷惑防止条例の付きまい通りじゃないのかと。ということで、私が知事になりましたら、チャイナ共産党の主権侵害の秘密警察をですね、愛知県警に要請して徹底検挙、徹底検挙として要請します。当然です。で、知事としてですね、県民国民の皆さんが回り回ってそのチャイナの 共産党の警察の被害に遭うかは分からないじゃないですか。ましてや、ね、よその国に来て日本で愛知県で何やってるんだと、ね、徹底的に愛知県警にですね、検挙するように、ありとあらゆる法律を使って、ね、検挙するように要請します。このね、ありとあらゆる法律使ってっていうのはですね、このヘイトスピーチ解消法を現任したら、警察はありとあらゆる法律を使って検挙するってあるんですよ。私たち日本民族に対してですね、そういうことを、こんな法律、これも本当ありがとうございます、頑張りますね。条例もそうです。それを根拠としてできてるんです、愛知県ね。ですから大村さんですね、日本を侮辱する展示やってった、天皇陛下を貶めるね。そして、ね、日本民族を差別するヘイト条例をですね、成立してった。もはやね、日本国民、日本国の、ね、愛知県の知事と言えるのかと。言えないじゃないですか。言えないじゃないですか、ね、2月1日明日、愛知県知事選挙の投票日です。ね、本当にですね、明日皆さん投票行ってください。そして大村知事を2月5日をもって愛知県知事から退場してもらおうではありませんか。そして私、山下俊介の投票お願いします、ね、公約としてですね、他にも日本民族の少子化克服、ね、18歳までの医療費無償化、第2子以降の保育料完全無料化、括弧国籍条項ありと、国籍条項ありです。国民の皆さんが第一です、一番です、当然です。外国の方は本国の崩壊になるんです。本国がやるべきなんです。国民の皆さんがね、何かおにぎり食べたいって言って亡くなった方いらっしゃるんですよ、北海道から。こんなの見てていいんですか。よくない、ね、国民の皆さん、そうじゃないですか、ね、奨学金もね、日本国民は輸送付き、愛知県も外国人に、ね、奨学金無料で出してる。私こういうのもやめます。国民の皆さんに、ね、国民の皆さんに支援するのは愛知県ですよ。そういった愛知県に私書いてまいります、ね、よろしくお願いします。他にもですね、まあ、農業も、ね、いろいろ多岐にわたって大愛知構想と公約をぶわーっと愛知県、日本を守るべき施策として列挙させていただいております。すべて、ね、軸足を日本において愛知県、日本の愛知県が、ね、軸足を日本に置いた施策、国民の皆さんが未来ですね、すべての年代、
すべての年代の国民の県民国民の皆さんが明るき未来が見える、未来を思ったときに明るい光が見える、希望が見える、こんな愛知県政、愛知県政を実行してまいります。実行してまいります。山下俊介です。知事としてそれは当然だろうと、当然なことが行われてない、ということでですね、明日の2月5日皆さん、愛知県知事選挙ぜひとも投票行ってください。現職の、天皇陛下を侮辱し、英霊を侮辱し、私の祖父も先の大東亜戦争をですね、インパール作戦参戦の後、岩和寺川のほとりで母いわく爆弾とともに玉砕戦士、このままです。ご英霊の天皇陛下万歳。亡くなられる方いっぱいいらっしゃる、まだこのままです。74年経ったら、愛知県の知事がその時の昭和天皇様のご指示で燃やして踏みつけてった公金で公共の施設で、誰がそんなことをですね、当時ね、家族残し、兄弟残し、亡くなっていったと思うんです。いない。こんなおかしいんです。県民の皆さん、国民の皆さん、2月5日、日本を貶めてった天皇陛下を貶めてった大村知事を退場させましょう。退場させましょう。そして頑固なる国家が、日本に軸足を置いた私、山下俊介にぜひ愛知県知事選挙投票のほどよろしくお願いします。皆さんを裏切ることは絶対にありません。志を持って立候補します。よろしくお願いします。愛知県知事候補山下俊介です。よろしくお願いします。投票のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。